始まりました。横の方がいいかな、こっちか、こうだな、こうか、こうか、縦でいいんかな、こうか、よっ、こんにちは。始まりました。もう縦でいいですかね。ちょっとね、いろいろ遅くなりました、すいません。見えてますか？はいはい、こんにちは、聞こえてますか？こんにちは、こんにちは、こんにちは。あのですね、ちょっとあれなんですよ、CL の方でねやろうと思ったんですけども、なんかねインストールうまいことできなくて入れなかったんですよね。申し訳ない。改めてちょっとCL の生配信の方は、やりたいなと思います。なので、先にちょっと YouTube のね生配信をさせていただきました。YouTube の、皆さん、登録者数が今21万ぐらいかな、言ったんですけども、ありがとうございます。この山下ベースはですね、まあ、釣りだったりとかキャンプだったりとか、あと、最近バイク企画も始まりました。なのでぜひね、気になる方見てほしいなと思います。ハンターカブのね動画ね始まりましたね。うん、おすごいですね、たくさんの、方入ってきてくれました、ありがとうございます。最近アップしたハンターカーブのやつ面白かったですね。次の動画も面白いんでよかったら見てください。ハンターカーブ面白いよ。うん、 125cc 4速で運転も面白いしね。125やからまあそこそこパワーもあるし、走ってていいバイクだなと思いました。さすがホンダのカーブですね。はい、さあ今回ですね、皆さんにちょっとお伝えしたいことがありまして、生配信となりました。完成しました。こんな感じです。インスタグラムの方でもねたくさん、反響いただいてありがとうございます。緊張さんとね、香取線香コラボしたんですよ。で、もっと遡るとですね、緊張の本社に行って、いろんな打ち合わせしたっていうインスタの投稿も載せさせてもらって、どんなことするんですか、楽しみですみたいなたくさんお話しいただきました。それがいよいよ形になりましたね。さあ今回お見せします、こんな感じです。はい、黒とこれ迷彩で、模様がですね、緊張×ハイファイブっていう、こういう巾着袋がついてるんですけども、これねマジでいいんですよ。サイズ感いいよね。なんかこうスポッと収まるというか。で中身開けましょうか。はい、で中をこういう感じで開けますと、このまず巾着袋も可愛いよね。これだけでも使えるかなと思うんですけども、中身がこんな感じになってます。このサイズ皆さん知ってました？緊張の蚊取り線香の緊張のこのサイズ、僕ね初めて見たんですよ。なかなか売ってなくて、でこのサイズに僕は一目惚れして、これとぜひコラボさせてくださいと。で今回大阪の本社の方行きまして、緊張さんに、ではもうぜひぜひお願いしますということで、ありがたく、お話しいただいてコラボさせていただきました。でね、この緊張のねこのサイズね、何がいいかと、やっぱりこう持ち運びに便利ですよね、ちっちゃいから。だからまあ釣りに行って、まあ、座りながら釣り堤防とかでねやるときにはこういうの炊いてもいいですし、キャンプに持ってこいなんですよねこのサイズ。うん、でミニサイズなんで、まあ、3時間なんですけども、まあちょうどいいかなと。で、開けましょうか。この迷彩の方は、この迷彩の方の緊張は中身開けますね。開けるとこのライターが、クローンのやつがライターが入ってます。でこのコラボのステッカーが貼ってるやつですね、緊張かけるハイファイブで、はい。で中身が
20巻き20個入ってます、はい、でこの蓋がですね裏側が置けるようになってるのでこの蓋をまあまあ皆さん緊張の例え線香使ったことありますよね。でこうパチッとこうはまるようになってこうひっくり返ってもね倒れないようになってるんですけども、この上に置いてもらって1個ね取って置いてもらってでライターでつけるとまあ燃焼時間が3時間はいこういう感じになっております。可愛いですよね。パッケージもこんな感じで入ってて、はい、で黒のライターはこの迷彩の方に入ってます。こんな感じで、はい、まあ、これ使い終わってもまあ緊張の中身のこのちっちゃい方買えばまた入れてね持っていけるし、まあもしくは別でなんか旅行の時にポーチとして使ってもいいですし、いろんな使い方してほしいなと思います。はい、じゃあ黒の方いきましょう。黒はですね開けて黒のライターは逆に迷彩の方が入ってます、はい、こんな感じです。はい、いいですよね。かわいいよね。これねかわいいんですよ。まあこのコラボ、まあ、数量限定で作ったので売り切り次第もう終了となります。で発売が、25日かな25日ね、ハイファイブの、オンラインのオンラインじゃない、EC サイトの方だけで、売ってます。はい、数量限定で売るのでもしよかったらご購入ください。でこっちが、ライターが黒でこっちがライター迷彩で袋はまあこういう感じになってます。はい、でお値段が4620円、はい、4620円になります。はい、まあ、巾着のね、まあ蚊取り線香自体はそんなにお値段高くはないんですけど、やっぱこう巾着と、このコラボのこの生地しっかりしてるんですよ。これ分厚くて、はい、でライターもついてるのであのこの値段にさせてもらいました。でもかなり勉強させてもらいました。もうちょい安くしたかったんですけどもすいません、これでも頑張った方です。はい、あのロットといろんな相談しながらですね、これ以上安くするとアパレルの方に利益が出ないということでご理解ください、すいません。でこれを持ってですね皆さん、お出かけの時にねキャンプ場だったりとか祭りだったりとかあと庭のね、お手入れする時にこれを焚いて、はい、やってほしいなと思います。はい、かわいいよね。生地もしっかりしてます。でまあキャンプの時にカバンにスポッと入れてもねいいと思いますけども、はい。さあ皆さんどうですかね、デザイン相当気に入ってるんですけども、はい、これからねまあ梅雨入りしてたくさん雨が降ってまあ蚊がねたくさん発生すると思うんで必需品ということで、はい、まあ、もしよかったらあのお求めください。はい、このサイズ初めてですよね。そうなんですよ、このサイズねなかなか売ってない、売ってないというかね僕初めて見たんですけども面白いサイズですよね。久々に YouTube の、 あの生配信したんですけども面白いですね。うん、これはあのハイファイブの、 あの EC サイトの方でしか買えないので、まあインスタグラムもハイファイブやってますし、まあ、そちらの方で EC サイトで検索してもらえばハイファイブファクトリーって調べたら多分出てくると思います。はい、はい、元気ですよめちゃくちゃ。うん、このサイズね嬉しいですよね。うん、巾着もいいサイズ。ちっちゃいの初めて見た。そうですよね、はい、ライターいっぱい欲しい。そうっすよねライターね。元気そうでよかったです。元気ですよ。そんなにあれなんか俺なんかレアキャラなんかな。結構テレビ出てますけどねぼちぼち。うん、
あと YouTube の方でも結構活動してるんで、はい、よかったら見てください。 EXILE のショップにはないです。 HiFi Factory の EC サイトのみで販売してます。生は貴重。へえ。生配信レアキャラそうかな。オンラインサロンの方ではさっき生配信してましたけどもね。うん、日に焼けましたね。祭り焼けですね。うん、レアなんや生って。みんなあれ生配信してんの。そうなんや。なので皆さんよかったらこちらね、ほんまに僕、まあ、これもういただいてかなり使ってるんですけども、まあ、家にもう一個あるんですけどね、めっちゃいいですサイズ、はい、メンバーにも渡したいなと思います。こちらあとですねあとまあこういうパロサント作ったりとか、まあ、今後また発売すると思うんですけども、まあ、ちょっと時期がねまだもうちょい後になるとは思うんですけども、こういうの作ったりとか、いろいろ考えております。アクティブにね、釣り行ったりキャンプ行ったりしてますけども、皆さんこれからの時期ね、もう本当に釣り日和ですよね。はい、いろいろ作ってますよ。うん、あのねシールのキャスがねできなかったんですよ。すいません。だからちょっと改めてしたいなと思うんですけども、ごめんね。だからちょっとね時間かかったんですけどね、30分ぐらいずっと粘ってました。マネージャーとやり取りしてたんですけども、なんかできなかったですね。なんかインストールしてまた消してやり直して、なんかログインしてとかいろいろやったんですけども、ちょっと原因が分かりませんでその原因が分かってからまたCL やりたいなと思います。はい、すごいね、コメントがもうすごいどんどん流れて今回 あの生配信の理由、まあ、山下ベースの理由が、まあ、やってる理由っていうのが、まあ、たくさん趣味にね、こんなんありますよとかいろいろ、あのこれからの人生ね楽しく生きていくためには、まあ、僕はあの本当に釣りとかあのとても大切にしているものなので、趣味って、まあ、釣りとかバイクとか、まあ、今始まったバイク企画だったりとか、まあ、あとキャンプだったりとかね、そういうのとても大切にしてるんで、よかったらね YouTube 見てくださいでたまにこうやって生配信もどんどんやっていくんで、うん、まあ、この、YouTube チャンネルでは、質問今ねたくさん来てますけども、まあ、趣味に特化した質問だけのみ答えていきたいなと思います。いいですね。冗談欲しいんですけども、ケンちゃんはハイカットローカットどっちが好きですか。断然ハイですね、はい、断然のハイです。けんちゃんが今一番欲しいものは、14,000番のスピニングリールです。最近いつ霞ヶ浦来ましたか。行ってません、あんまり行けてないな。霞釣れへんねんな、マジで。霞そろそろ行こうかな、ちょっと頑張らなね。マジタフなんですよね。深海釣りはしますか。たまにやってましたね。面白かったですけどもね。五島列島での釣りは楽しかったですか。楽しかったです。最近バス釣り行かれましたか。行ってます、めちゃめちゃ行ってますよ、うん、キャンプ道具で最近買ったのは何がありますか。何買ったっけな、最近フライパン買ったかな、キャンプ用の。うん、
海釣りしますか？します。 YouTube アップしてます。よかったら見てください。何の釣りが一番好きですか？バス釣りです。別荘にサウナ企画進んでますか？あのね、進んでるっちゃ進んでんねんけど、ちょっとね、いろんな、業者と今話してる状態ですかね。なんか面白い、なるべく面白くしたいんで。おかっぱりのシーバス動画みたいです。そうですよね、おかっぱりね、やりましょう、ぜひ。船舶免許持ってるんですか？持ってます。2級、船舶2級ですね。1級は難しいんでね、取りたいですけども。キャンプは虫はどうやって退治してますか？まさにいい質問、これです。これを使ってください。おしゃれです。やっぱキャンプ道具ね、統一感あった方がおしゃれなんで、まあ緊張のね、まあ、このコラボってもう本当にやってるとこも少ないんで、かなりレアな商品になると思うんで、もしよかったらゲットしてください。はい。昨日 M ステに今市くん出てましたよ。これちょっと関係ないからやめとこう。趣味のね、質問しか答えないんで、このチャンネルは。すいません。でもこれだけね、せっかく読んじゃったから見たよ、 M ステ。メンバーと釣りしますか？しません。誰もやってくれないから悲しいですね。ヴィンテージスニーカーは買わないですか？買いますよ、たまに。今大雨の中キャンプ中です。わあ、マジか、辛いね。ケンちゃんは雨でもキャンプしますか？キャンプはしんひんかな。釣りはするけど、キャンプ雨の中しん、まあでも楽しいんやろうね。まだ経験ないかな。最近ナダルさんと釣り行ってますか？行ってないな、最近。ちょっと連絡は取ったけど、また行きたいね。彼氏がナイキ好きなんですが、健次郎さんがこれはおすすめっていうエアマックスありますか？9号じゃないですかね、やっぱり。9号がいいと思いますけどもね。ハイファイブから出るルアー、まずはスピナビですか？その通りです。もう少々お待ちください。あ、釣りにおすすめのブーツはないですか？ありますね、これ。まあゴアテックスの、まあ、他がいいんじゃないですかね。他オネオネ、動画アップしたんでよかったら見てください。釣り始めるなら何釣りから始めるべきですか？自分が釣ってみたい魚をまずね、やってみましょう。それの調べたらすぐ出てくるんで。おすすめのキャンプ用品ありますか？おすすめのキャンプ用品ね、なんかヴィンテージランタンとかどうですか？生まれ年の、自分が生まれた年のヴィンテージランタンをですね、買うのはなんかいいかなと思います。そう、ホカオネオネって読むんですけどね、会社名変わってホカだっけになりましたね。オネオネがなくなりましたね。釣ってきた魚はどんな料理にしますか？まあいろいろ刺身で食ったり、まあ、ちょっとアニサキスが怖いやつとかはフライにしたりとか焼いたりとかしますね。今霞でシーバス釣れますよ。釣れますよね。そう、結構入ってきてるもんね。おすすめのスニーカーサンダル、スニーカーかサンダルないですか？ああ、今ね履いてるね、これいいっすよ。これめっちゃおすすめ。これはね、
K-E-E-N キーンっていうメーカーのねサンダルなんですけど、これも最強っすね。これうん、これめっちゃいいですよ。高弘さんと釣りに行きましたか？行ってないな。高弘さん釣り行ってほしいな。ラブコール送っときます。ボート乗らずにバス釣りしますか？めちゃめちゃしますよ。はい、おかっぱり全然やります。ランタンどこのメーカーがおすすめとかありますか？ランタンコールマンがいいんじゃないですかね。うん、父親にリールをプレゼントしたいのですがおすすめ教えてください。番手教えてほしいかな。その大きさ、うん、まあバス釣りとかやったら2000番から2500番、スピニングとかはね、うん、とかやねんけど、あと右巻きか左巻きかも知りたいです。まあ僕がよくバス釣りで使ってるベイトリールは、まあアンタレス DC、 あとメタニウムで、ライトリグ投げるときとかは、まあ、アルデバラン MG7 ね、ちょっと昔のやつですけども、今も売ってないけど、それをまあネットでヤフオクとかで探して買ったりとかしてますね。 MG7 が一番僕は使いやすいんで。でスピニングとかやったら、まあ、ステラとかですかね。あとイグジストとかダイバーのは使いやすいと思います。キャップを深くかぶりすぎてますこれ結構この被り方っすね。あ、めちゃめちゃいいっすね。ハンターカブ4月に納車しました。たまたま在庫ありました。素晴らしい。手に入んないのにね、ラッキーですね。いいと思いますよ。どれも高いよ。何がどういうことや、分からない。父の日に何をあげますか？もうあげました。プレゼントしましたね。早めに送っちゃいましたね。カバンとポロシャツあげました。四国付近でどこかいい釣りスポットありますか？逆に教えてほしいな。あんまり僕も詳しくないんで。船釣りしますか？しないっすね。おしゃれなビッグベイトをリリースしてください。ビッグベイトね、やりたいよね。夢あるもんね、ビッグベイトは。帽子どこのですか？思いっきり書いてますよ、ここに。ベイチングエイプ。そんな感じですかね。もう23分経ったんで、皆さんありがとうございました。また生配信したいなと思います。今回はね、近所とのコラボ発表になりました。はい、25日に発売するので、もしよかったらチェックお願いします。ハイファイブの EC サイトのみで販売するので、よかったらね、はい、買ってください。以上です。ありがとうございました。さよなら。